さんこんにちは、エリコです、今ですね、私はイランの首都テヘランに来ています、テヘランのですね、今タジュリ市という、街を歩いてます。テヘランはですね、本当に大きい街で、だいたい人口が1000万人ぐらいいます。もう、東京の何倍ぐらいか多分あると思います。さあ、こちらがですね、駅です。地下鉄が通ってまして、テヘラン市内、こちらが駅になります。香水ショップですね。いろんなタイプの香水が売ってるみたいです。But these are like not brands. Yes. こちらの今座ってる女性はですね、占い師です。これはですね、お正月用のキットですね。金魚とか、あとちっちゃい卵とか、そういうのが売ってます。これニンニク、すごいいい匂いします。わあ、これフルーツショップ、すごいすごい。わお、これはローズ、yeah. Yes?No, for example, when you have tea and like, you can put on top of tea. Okay. This is another type. Yes. It's nastaran. It's a different type of flower. Okay. これオリーブですね。すっごい美味しそう。This is really famous. Yes. It's olives mixed with pomegranate paste. Uh-huh.すごい。ドラゴンフルーツ。オッケー、オッケー。漬物ですね、全部。ピクルス。美味しそう。Oh, this is coffee shop. Yeah. Ah. これはですね、チャードルといって、お祈りをするときに着る服です。But they're like 90% of them are handmade. Yes. Oh, すごいね。こちらがサフランショップです。今サフランのジュースを試飲させてもらいましょう。これサフランって赤いんですね。私オレンジかと思ってました。こんな色。いただきます。うーん、美味しい。甘い。For example, sometimes they have the rose water inside. Yes. I think this one has. Yes, yes. イランはですね、もうほとんどクレジットカード払いが主流なんですね。なので、もうこういったちっちゃい店であっても、こういったクレジットカードを使ってます。すごいですね。ただビザとかマスターカードとかそういうのは使えないので、イランの。バンクアカウントというか銀行の口座を取らないといけないですね。これ何ですか、ティーに入れる砂糖なんですけど、なんと抹茶味もありますね。抹茶、okay、これお菓子ですね。サラム、はい、抹茶ケラもらいました。すんごいバラの味がする、おいしい。こちらはですね、お菓子屋さんなんですけれども、まあ、たくさんケーキとか、あとこういったスイーツが売ってます。で、イランの人たちはですね、人の家に招かれた時に大体この1キロ単位で買っていくっていうのが普通らしいですね。なので大体この1キロの値段が書いてあります。すんごいたくさん種類があるんですよ。魚屋を見つけました。おお、何の魚だろう。 This is from the river, right? Uh-huh, yes, yes. すごい、ロブスター。 They also have salmon. Yes? Ah, yeah, yeah, yeah. ジュースを飲みたいと思います。人参が一番新鮮だということで、キャロットジュースにしました。
ですね、あのセロリのジュースもすごい人気だそうです。すごい美味しそう、セロリ。あとリンゴ、すごい色です。人参ジュース美味しい。